それは本当ですか？お兄ちゃん、何かあったの？ああ、ヘイジマン班長の話なんだけど。いやな、俺がガキの頃の話なんだが、遠征調査隊ってのがあったのは知らねえか？よくわからないですけど。遠征調査隊は結構前に中央の主導でやった本格的な世界調査の計画だよ。コルセイトみたいな辺境都市ももともとは遠征調査隊の休憩地として発展したようなところが多いらしいしな。へえ、よく知ってるね。中央で習っただけだよ。その遠征調査隊がどうかしたんですか？この町からもその調査隊が出たんだ。結局大失敗に終わっちまったらしいけどな。でも帰ってきた隊員たちが世界の果てにたどり着いたって言い出して、当時は結構大騒ぎになったんだよ。そう、そこですよ。やっぱり世界の果てはあったんだ。お兄ちゃん、もしかしてまだ世界の果てに行ってみたいの？ああ、俺の長年の夢だからね。一体何の話なんだ？この世界の先へ先へずーっと行ったところに、誰もたどり着いたことのない世界の果てがあるっていう伝説があるんですよ。世界の果ては深い緑に覆われてて、光り輝く花が咲き乱れていて、ホムンクルスの楽園とかがあるらしいんだ。お兄ちゃん、子供の頃にその話を聞いてからずっと夢中で。へえ、そんな話初めて聞いたよ。この辺りにだけ伝わってる伝説なのかもな。今までも調べてたけど、そんなに昔にも情報があったんだ。最新の調査情報ばっかり追ってたよ。だから言ってんだろ、調査隊の任務は大失敗だったって。そんなおとぎ話信じるやつなんて誰も。あれ？それって変じゃないですか？世界の果てにたどり着いたってことはすごい発見じゃないですか。なのにどうしてそれが失敗扱いされているんでしょう？確かに、仮にも調査隊の報告なんだから真偽を調べるのが普通だよな。お？言われてみりゃそうだ。ガキの頃の話だからよく覚えてねえんだよ。報告書でもあれば、どうしてそんなこじれた話になったのかもわかるかもしれねえな。結局世界の果てにたどり着いたって本当の話なのかな？さあね、わからない。そういう噂が残ってるなら、きっと世界の果てについてもっと情報が残ってるはずだよ。そうだ、昔の資料を調べればもっと詳細がわかるかも。ちょっと探してみようかな。え、お兄ちゃん、そんな古い資料を探す気なの？そもそもそんなところがあったとしてどうやって行くつもりなんだ？